田畑を耕し、育て、暮らす。私たち日本人は農耕民族として暮らしてきました。それは今も私たちの暮らしの中に脈々と息づいています。また日本は近代の高度経済成長を経て世界でも有数の経済大国としての地位も築いてきました。今を生きている私たち、そしてこれから先の未来を生きていく次の世代にとって持続可能な街づくりとはどうあるべきでしょうか。私たちが目指すべき未来の姿は今を生きる私たちの行動にかかっているのかもしれません。栃木県の南部に位置し、東北新幹線や JR 各線、幹線道路が東西南北に交差する交通の要衝という都市部と、一歩郊外に出れば農地や平地林などの田園環境とのバランスが良い小山市。2012年にラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地。首都圏の治水の要として知られていますが、同時に絶滅危惧種183種を含む動植物が生息、生育する自然の宝庫でもあります。小山市では渡良瀬遊水地の保全と懸命な利用のため、コウノトリをシンボルとした湿地環境と地域の活性化に取り組んでいます。2020年5月には東日本で初となる野外繁殖によるコウノトリのヒナが誕生しました。2013年に和食、日本人の伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを機に定められたのが毎月8日の和食の日。和食の和、家族団らんの和、環境の和の3つの和食を推進しており、学校給食でも献立に地元食材を取り入れた和食と本物粉を取り入れて児童生徒に食習慣や食文化を伝えています。私たちの生活に欠かすことができないキャノーラ油、その原料となる菜種は 99% 以上が海外からの輸入されたものです。小山市では2009年から菜の花を通して環境づくりを推進する小山菜の花バイオプロジェクトを始動。遊休農地や未利用地で菜の花を栽培し、収穫された種子から小山産菜種油を製造することで農地の再生維持を図るとともに、安全で安心な食用油の普及を進めています。豊かな自然環境や食は次の世代の人々に必要な地域資源でもあり、今を生きる人々の暮らしの基盤です。私たちは小山市にとっての持続可能な社会づくりをここから始めていきます。そしてこの社会づくりにおいて大切にしていること、それは市民の望む声を市民が話し合い、市民と共に働き作り上げていくこと。市民と行政が共同することで持続可能な社会、それが田園環境都市小山です。市民の誰もが小山市の豊かな地域資源イコール小さな自慢に強い誇りを持ち、誰もが主人公として暮らす、その日を目指して